境内大日如来像大日でらは、高知県港南市にある新言州地山派の寺院。崩壊山、高寺寺院とゴー本尊は、今後会大日如来。四国八十八箇所令場の第二十八番札所。本尊新言、御馬皿など、番号 A か、露地元罪を照らせる、大日寺などか、歩みを運ばざらまし、農教院、当時本尊。 奥の意に薬師如来寺伝によれば、天平年間に、聖武天皇の直眼により、行基が、大日如来像を刻んで道具を建立して、改装したという。公認6年に、空海が、楠の木の大木に詰めで、薬師如来像を掘って荒廃していた本寺を、復興したとされる。慶長年間から、土佐藩の祈願書となり栄えたが、明治に入って、神仏分離令によって、 廃寺となったが、第二道と解消した本堂に本尊を安置していたので助かった。その後、明治十七年再興された。奥の院の爪掘り役史は、首から上の病に霊言ありとされ、平祝を祈る参拝者が後を立たない。願いが叶うと、穴の開いた石に、使命、年齢、回遊した体の部位を書き放納する習わしとなっている。剣道二十二号脇に、 バスの駐車場があり、進入車道は普通車までで、狭い坂道の車道を上がると、山と前に数台とその背後に大駐車場がある。途中に行き違いをする部分があるが走行には注意を要する。途中に、山門の立つ石段を登っていくと左に首狼が、右に長津場その先に地蔵道があり、57段上がると、本堂の段につき、 正面奥に本堂があり、左手前に大師堂がある。本堂の左裏に鎮守堂がある。長津場から左に折れ平沿いに進むと、栗の門があり、その中の正面に農協所がある。不動堂は栗の中の一角にあるが、一般の参拝はできない。爪掘薬師堂第28番札書法解散第2次デラ公式ホームページ。ありがとうございます。